サッカー日本代表の森安一、はじめ森安監督は、ワールドカップカタール大会2022ワールドカップ初戦のドイツ戦を控え、手本である同国を相手に番狂わせを期待しているドイツ戦の会場を視察する日本代表の選手ら、近年では日本人選手の移籍先としてドイツが人気となっており、 今大会の代表チームでは8選手がブンデスリーガの1部と2部でプレーしている23日の試合を翌日に控えて会見に臨んだ森安監督はドイツサッカーが選手の成長に寄与したことに敬意を表しつつも試合では自分たちの良い部分を発揮したいと述べたワールドカップでチャンピオンになったことのあるドイツは手本だったと述べた指揮官はドイツのことも学びながら日本らしく 日本の良さを持って戦っている。明日の試合もドイツということでいろんな思いはあるが、まずは対戦相手がどこでも今のベストをぶつけられるように戦えればと続けたこれまでのワールドカップでベスト16の壁を打ち破れていない日本だが準々決勝に進出して歴史